あのお話って言ってもね、まあお話って時間が流れてるので、うん、始まりがあって終わりがありますよね、うんうん、はい。で例えば、今悩みがあるっていう始まりがあるとすると、うん、その悩みが発表された瞬間が終わりだってわかりますよね、うん、なので今からどの話をするかっていうのを自然にこうテーマとして最初に言うっていうのはすごく自然なことなんですよね。例えばね、なんか滑らない話とかで、はい、木村雄一さんが、うん、あのキム兄ね、すごい怖い顔した人が、はい、なんかあの家電量販店行った時に、うん、なんかポットを買う時に水色のがいいかピンク色のがいいかって店員さんに言われた時に、水色に決まってんだろうか、俺はわしは男やぜって言った時に、うん、ピンク色のセーターを着てる。これはまず最初いかつい顔の人っていうのとピンク色の服を着てたっていう、まあギャップがオチですけど、まず色に関する話なんだなっていうのが最初にしっかり話されてるじゃないですか、ポットの話でね。っていうのは、あ、じゃあここは意外なことが来た時に終わりなんだなって、最初にね、どこで終わるかっていうのがはっきりしてるのが聞きやすい話なんですね。で、四条美佐子の話っていうのは、うん、基本的にゴールが見えない、あ終わりが見えない、その通り。で、本人が喋りたいと思ったことに正直に生きてるだけなんです。道路で言うとね、こういう風に行かなきゃいけないの、こういう風に行って、うん、最後目的を見失ったまま終わるみたいな、これが無誘病者の会話なんです。原稿があるとしっかり喋れるのはちゃんとゴールが明確だから、ちゃんと進んでいけてるってことですね。なるほど、そうなの。だからまあこれもこの人の部屋そのまんまじゃないですか。表してた脳なんですね、これはね。なるほどね。だから最初からどこに着地するかっていうのを見据えるだけでも全然違いますし、最初に何の話するかっていうの、いうのだけでも全然違います。なるほど。だってさ、ゲームだったら今からゲームの話をしますでもいいし、ルールの説明をしますだったら、うんうん、ルールの説明をして以上ですね、うん、ちゃんと畳めるじゃないですか、うんうん、だけど昨日さーから入るから入りますね、入る。だから何の話をするのかわからないから、うん、それがどれくらいの長さなのか、うん、あと何を言えば満足なのかも見えない状態で聞かされるわけでしょ、うん、そうですね。その話どこ行くんだろう、どこ行くんだろう、うん、あ終わったんだみたいな、うん、ぬるっとした気持ちで終わっちゃう、うん、これが実はフリートークとかじゃなくて LINE とか3人の会議でも結構起きるんですよ。あ、伊達ちゃんがよく日本語で OK ってくるの、そう、うん、でそっから私がそれってこういうことですかって畳みかけてるじゃないですか、うん、私なんでそこで日本語で OK って突っ込まれてるかが分かってないの。確かに日本語で喋ろうと思ってるからね。すごい読解しようとしてる、あの文章いつも何が言いたいんだろうって思って、うん、そう、話の過去をいつも必死に探してる、LINE の誰。先輩の中だけでは結構成り立ってるけど、うん、そう発信するものじゃないってことですね。そう、だからまあ基本的には1対1の、まあ、友達とかと話してるのと同じ感じで喋っちゃってるから、初めて聞く人とか知らない人は分からない。けどまあ不特定多数のね、まあ、YouTube とかもそうだけど、大勢の人が聞いてるところでそれはやっちゃいけないことなので、まずだから必要なのは、聞いてる人がどういう情報を知ってるのかっていう想像力なんです。まあ、だから誤解を恐れずに言えば想像力のない人っていうことなんですよね。いや確かに。うちのお母さんがそうなの。あーなるほど、なるほどね。まあだから話の型っていうのはね、基本的にやっぱ家族の影響すごく受けやすい。ああそう、なるほどね。無口なお父さんの子はやっぱり無口になるし、うん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 、もうずっと喋ってるお母さんの子はずっと喋ってるけど、どこに着地するかわからない。なんか家族とかでご飯食べてると、うん、お母さんが何か喋り出したら、うん、だいたいえで結論はっていう、なるほどなるほど、のがうちのお姉ちゃんの口癖。ああ、だからお姉ちゃんはちゃんと学べてるけど、お前は学べてない。巻いてとか言われたもん、小学生の時私。リサその話で、はい巻いてってでみたいな、そこだけでいいよって言われた。すごいな。でもこれ基本的なことはできてると思うので、あとはだからどう自分を魅力的に見せるかとか、まあハートをつかむかっていうことでしょ。
いやそうだ、でももうこれ今聞くまでそんなに意識したつもりがなかったので、うん、これだって学校で教えてくれないもんなから教えてくれないですね、うん、そう、僕もね外国人に日本語教えてるんだけど、うん、外国の日本あの国語教育でもこういうこと教えてないから、うん、そうですよね。だから頭いい人は頭いい人でなんかその普通の人が分からない会話をしちゃうじゃん、うん、難しい言葉使ったりとか、うわインテリジェンスみたいな、でしょも手で喋っちゃうじゃん、うん、でその場合も基本的には聞いてる人のことを想像できてないから、あそうですよね、これ説明しなきゃとかっていうことが分からずに喋っちゃう、うん、だからもう日本に来るエリートもみんな市場病に侵されてますよね、確かにエリートの人たちとかいい会社の人たちであればあるほどそういう人多いですよね、そうそう、だ例えばここでコンセンサスが取れないとか最近コンプライアンスがさとか普通に言ってるけど、それが通じる人たちの中だけだったらいいんだけど、これが不特定多数になるとその言葉の意味分かんない年寄りとかいるし、そうですよね、それって別に同意が得られないとかさ、うんうんうん、そういう風に言えば済む話じゃない、そうですよね、置いてけぼりになっちゃう人が多くなればなるほど聞いてくれないですもんね、そう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 、だそういう中でまず多くの人が今、何を求めてるかっていうのを想像することから、うんうんうん、コミュニケーションの第一歩です、なるほど、すごい小林先生だ、なのでもうあの最高の反面教師がすぐ近くにいるっていう、なるほどね、こうなっちゃいけないんだ、そう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 いつもお母さん見てそう思ってるのにこうなっちゃいけない、なんかあの喋、うん、る時に、うん、あお母さん行ってくるわ、えどこになんで今っていう感じ、うん、解決してんの頭の中では、うん、味わってる味わってる、うん、今すごい味わってる、味わってるよ、うん、今ももう常に、うん、あれそうか、今まで周りの人からは指摘されなかったの、されてないですね、いや多分だてこが例えば日本語で OK とか多分そういう風に言ってるけど伝わってない可能性が、伝わってない、多分ね逆だと思うんですね我々が言ってること結構真剣にこう言ってることも、うん、なんか愛されてんなみたいな、なんかこんな日本語で OK とか言われてる私愛されてんなみたいな、日本語で OK の意味がよく分かってなかった、でも日本語喋ろうってことだろうなと思って、そうですね、喋ってるなと思って、喋ってるなじゃないんだな思ってたのよ、なるほど、うん、まあだから病気か、じゃあ昨日昨日まあじゃあ例えば伊達子と一緒に遊んでたっていうことを、まあ、クキタに話す場合、伊達子のことなんだけどさから始めればいいわけ、うん、だけど、うん、昨日さどこどこ行った時さってまず場所から入って、うん、あじゃあ聞く側はその場所の話かなと思ったら、うん、誰と一緒にいるかもそこに説明されてないから、うん、でも自分の中では通じてるでしょ、うん、そう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 、だからまず誰の話何の話をこれからするのかとか、うん、誰とどこに行ったのかっていうのをちゃんと言うとか、うん、多分ね欠けてるの、虫食いになってんの情報が、なんかその自分の言いたいことの喋り出しから3歩先ぐらいから喋り出しちゃうみたいな、うんうんうん、そうか、うんうん、なんかその自覚はある、なんで直さない自覚してたお前のやる気の問題だよなんかこう情報の中で削除しちゃう、うん、だそれこそ結論から言ってみたいな家族環境だったからか、うんうん、どこがいらないかを先に考えちゃう、なるほどなるほど、だったらもっとなんかね洗練されてとおかしくない、うんうん、完全とっちらかってるから、どこが伝わってるかが分かった上でやってんだったらすごくそうだけど、まあ多分こう伝わってんだろうなって適当に喋ってるみたいな、なんか完全にカットするんじゃなくて、なんかゴミが残ったまんま喋ってるから、むしろゴミだけなんだ、なるほどね、相手がまずどういう情報を求めてるかっていうのをまあ考える、なるほどね、はあはあ、あとね、あとねそのエピソード型、物語型と、あと説明型、うん、まあ大きく2つあるんだけど、はい。